ワールド 2.0 の発祥地アウロアへようこそ。私はジェイス・スケル、皆さんをお待ちしていました。革新、発明、創造をもたらすために招かれた皆さんには、この地で人生をかけた使命を果たしてもらいたいのです。この世界の果てで私たちは地球を未来へと導くためのツールを作ります。持続可能な経済、自然環境、安全な住宅、家族の安心、イノベーションが歓迎される社会。いずれ私たちは人々の記憶から消えますが、この地の成果が未来を紡ぐのです。皆さんの参加を歓迎します。共に明日を作りましょう。
ストームクラウド11、こちらウィーバー、応答せよ。こちらウィーバー、応答せよ。反応は…ダメだ。敵襲、敵襲だ。ウォーカー、一体何のつもりだ。おしと準備がかかったけど早速コープだよワイルドランズぶりだよ。ワイルドラン1、2年前忘れたわ、うん、長々とやってたからね。で、あのこのゲームさ、僕は全くなんだろう、その事前情報とか何も見てないからさ、あんまりよくわかんないんだけど、まあ、とりあえずヘリが落ちたってことでいいねどっからか攻撃されてるあなたはワイルドランズの時散々サプレッサーの付け忘れをね頻発させたんだから気をつけてや。このゲーム有料的だから最初からついてる。なんだろう、あの下になんかいるな、なんだろう、あの面白い格好してる人たち、面白い、まあ、かっこいい格好してる人たち、なんか野蛮な人たちらしいから近づかないでおこう。なんか名前があったはずなんだよね。名前なんだっけな。ユニダットしか覚えてねえよユニダット出たね、あれは多分何でもない人たちだね。ピンと言って立つんだよ。ウルフズでしたっけ。あ、ウルフズ、へえ、うん、ウルフズ、もっと中二病風な名前だと思ってたワイルドランズって言うの、あ、ユニカスユニカスあ、危ね。今回ウルカスになるのかな。ウルカスってもうカス呼ばわりしてん。はい、僕こっちやります。ピンの付け方わかんないです。まあいいや。はい、いいよ。あった。はいはい。あ、お、あれ、これサプレッサーついてるよね。生きてんのかと思った。ついてる。はいはい。ピンの付け方を知りたい。あいつら何者なん。わからない。あのエイム中にね、シンクショットって表示が出ると思うよ。敵をエイムしてるときに。ああ、それでつけたのか。そうそうそう。うん、つくね。はい。ちょっと操作の確認をね、いろいろとしたいんだけど、ハード、あの万能ドローンちゃんはまだ呼べない。呼べないっぽいね。呼べないか。まあいいや。今2人だけ？おいよ。じゃあ俺こっちやるわ。うん。いいよ。あ、じゃあ、お。お？なんでもない。なんでもない。わあ、いるいるいる。なんで？優しいね。2人で遊んでたらちゃんと2人ずつ敵が現れてくれる。この、あ、なに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 。こっち近づいて。来てない。オッケー。じゃあ俺こっちやるわ。奥にもいるよね。うん。ちょっともうちょっと近づくね。見えない。頭が見えない。いいよ。はい、オッケー。スリー。あお。いやいや、やれやれ。やったやったやった。奥にもいいんじゃん、まだ。まだいんのかよ。はい。あの早速ゴーストらしからぬ。うん、何もなかったら大丈夫、うん、そう、目撃者は消えた。ブダブダ。もうワイルドランズの時から何も進歩してない。もうなんていうの、まあ、墜落してお亡くなりになっちゃった方がまだ良かったんじゃない。なんかゲーム始まんないじゃん。あ、DMR だ。
だね。さて、あ、つうかさっき兵士の死体から靴のレベル7みたいの取ったけど。メデ、こちらゴーストリード、誰か聞こえるか。聞こえるわ、ゴーストリード。誰だ。味方よ。無線機はゴーストから借りた。そいつは生きてるのか。ゴーストリード、ホワイトラビットを追うか。レッドクイーンの仲間になるか。どんな状況だ。それはまた後、彼は今治療中よ。古い遺跡から伸びてる道を進んで、二つの滝に挟まれた山の中が目的地よ。わかった、ゴーストリードアウト。ノマドなんだ。お見つかっこ悪いで。これノマドってことはさ、一応同一人物ってことでいいの？ワイルドランズ。ノマド？ノマドって主人公が。うん。きっと俺チージのノマドしか出てこなかった。へえ、ノマド整形しすぎたね。ちょっとワイルドランズから。ノマド女の人だっけ？いや男だよ、主人公だよ。だ、うん、ワイルドランズ。それえ、それ誰だっけ。あの名前が出てこない。声で一緒にいた人だよ。うん、俺忘れたけど。で、あのリッキー・サンドバルの方の名前しか出てこない。もうそれもわかんねえよ。ちょ、敵がいるね、あそこに。いる。うん、ちょっと4人いるから、ちょっと横から避けようかな。左から行こう。はい、またそうやって。またそうやって。だって、うん、これ石ころとか、まあ、なんかないのかね、そういうの。まあ、まだちょっとよくわかんないから。まあまあ最初だし、ね、うん、5人もいるわ。ちょっと俺ほっとこ。おお、お、いや、ちょっとカメラ後ろに向けてたらアイスに近づいてたわ。あれ、列車、なんか走ってきてんだけど。え？列車、列車。あ、列車？列車。おお、貨物列車、ただの貨物列車。あいつら引かれねえかな。そんな、そんなアホじゃないでしょ、あの人ら。いや、引かれたら面白いな。あー、じゃあ律儀に立ち止まってんじゃん。ごくごく普通のことだけどね。ごく。あ、こっちにジープがあるよ。ワイルドランドは普通じゃなかったから、ね。ゴムゴムのミクってやつ見たから。あ、かっこいい。これ乗れやい。わお。お、なんかいいの乗ってんじゃん、後ろに。後ろ。乗れやい。おい。え、そこ？そこ飲んのかい。そう飲んのかい。俺真ん中で立つかと思ってそれ、機銃に立てたりしないの、そこから。あ、待って、し、座席があるよ。あ、オッケーオッケーオッケー。で、喋り声が、あ、やべ、戻ってきてる。あぶね。ストップ、敵がいます。だって、すんごいフレーム飛んでるけど。荒ぶってる、荒ぶってる。あとはめっちゃやばかった。 FPS10 ぐらいしかなかった。後にドローン使えるかわかんないけど。敵どこにいる？うん、あ、いたいた。スポットを頼む。スポットできた。あ、そっこっか。あ、いた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 。CQC とやらをね。そんなキーじゃに駒だ。わかんない。わかんない。多分近づいて、なんか表示が出ると思うよ。じゃあ僕こっちをやるわ。俺奥にやってやるわ。OK。おっ、あい、じゃあ、ハロー、あった。あ、連れてきたの。連れてきた。
これなんだ。ニブラ。あ、そう、マップを見てなかった、全域の。へぇ、ワイルドランズよりちょっと狭くなった。あ、狭くなったこれ。まあどうだろうな、右下の方にがいかにもイースターエッグでもありそうなエッグとっていう、うん、なんかあるよ、あるんだよね。雲に隠れてんだけど。あ、雲に隠れてる、なんかね。こっちも右上にもさ、ゴーレムアイランドみたいな。あ、本当だ、これ雲で隠れてるだけでちゃんと別の土地があるね。ある。オッケーオッケー。てかこれこの地図以外にもなんかあんじゃねえの、別マップとやらが。別マップとやらが。ほう、まあまあまあ、うん、やかましい車だ。やかガンナー席、そっちじゃねえよ。何をそわそわ、行くぞい。あ、ガンナー席行ってくんねよ。新たな地域。新たな地域来るとめっちゃ重くなる。新たな地域だからな。重い。ちょっと景色楽しめないけど。まあもうこのまま目的地の方に向かっちゃうよ。あ、今も。おお、待って。敵が現れた。敵がいます、この先に。はい。成敗してね。ああ、3人いる、4人 ?4 人もいる。ちょっと見られたかも。いるね。こっち行こう。おそらく全員死んでる。敵さん、みんなフラグ立ててくるよね。ね、死んでいるとか。どっかに隠れているかもしれないとか。生存者がいるわけないだろう。めっちゃなんかストライクショットできそうなとこにいるやんこれ。でもみんなばらけてくんないな。ちょっと狙いにくい。あ、一人で二人倒せるというなら。あ、なんだ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 、お前。いや、なんだ、俺ここにいただけで、てんとかね、スタートし始めて。何さらしてくれちゃったの。やよし。大丈夫だよ。じゃあちょっと、あ、またでいいよ。ブーツ手に入った。武器手に入った。コンバットブー、解体ができるんだ。なんで担いでんの。ちょっと担げちゃった。次運転よろしく。俺車の感度とかもいじってないけど大丈夫かな。まあまあまあ、じゃあ、目的地っぽいところに向かってちょうだい。急にマップ上に敵が現れたりするから。俺の方も重い。ガクガクだけど。あおい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 、やばいって。あ、野生動物。あー、ちょっとあわよくが倒そうと思ったけどやめた。はいはいはい、おー、ぶつかる。あー、危ない危ない危ない。マジでガクガクでやべえって。あ、なんかいるんだけど。いや、仲間だよ。ああ。ちょ、引き殺そうとしたわ。こっち。仲間と合流しようっていうところだから。なるほど。その辺何も見てなかった。ああ、こうなってるんだ。そこで止まれ。誰だ。招かれた。お前たちは。またか。
そのまま引き返してもらってもいいんだけど。気が立ってるんだな。銃には気をつけてくれよ。エレホンで発砲はまずい。エレホンとは？洞窟、そう呼んでる。こっちよ。ん？ん？お、うん、あれ知らない人が今いたけど。あれ、ここはなんか集会所的なあれなの。なのかね。おお、明るい。ああ、ここは一体。え、マジな集会所。エレホン。ああ、集会所だ。たくさんプレイヤーがいる。本当だ。エレホンで生存者を見つける。めっちゃいる。めっちゃいるけど。まずエレホン。勢力のリーダー。先週が最後に大丈夫ならいいけど。サイドミッション。どうも。へえ。ああ。つい話を聞いてしまったんだが、何か問題か。わからない。友人のサミエルがいないの。ホームステッド。そうだったけど、今は一人で住んでいるんだ。それで困るわけじゃないけどな。彼は自分で漁をするの。その方が自然に近いとかなんとか言って。余った毛皮や肉をキャンプに譲ってくれてる。見返りは受け。ああ。ああ、見に行こうし。見返りはもうで終わった。とりあえず、生存者って誰のことだか知らないけど、奥の方まで行ってみようかな。普通のプレイヤーがそれらしく会議みたいなこと。この人？あ、この人だ。この人？お前ら無事だったか。無事なのは俺たちだけだ。無線もない、ドローンも。あるのはライフルとマガジン8本だ。ここの住民は水と、あと物資を持っている。すごい場所だな。驚いたよ。友好的な人たちだが、こっちの動きは見張られてる。墜落の理由はわかるか？全く。でも敵がいることは間違いない。ウルブズを名乗る部隊と遭遇した。相手は誰だ？まずは俺が相手になる。ここのボスか。なあ。コールサインはノマドだ。作戦の指揮を取っている。作戦とは、あのとんでもない事故のことを言うのか？ねえ、あんた仲良くやってる？なぜ空から兵士が降ってきたのか理由を確認してるんだ。島の近くで海軍の輸送艦が沈められた。アウロア軍刀との連絡が途絶え、調査するために俺たちが派遣された。だがいきなりヘリを撃墜されて、部下の半数が死んだ。おそらくだが、軍の乗っ取りってやつだ。センティネル、その軍事会社が戒厳令を敷いたこの島にな。昔ながらのやり方で取り締まっていやがる。スケルテックはハイテク製品を作ってるけど、その製品は兵器ばかりね。ジェイス・スケルの言ってた自由の楽園はどこに行ったのかしら。ジェイス・スケルはどこに？ああ、スケルテックのトップのことか。ああ。スケルは見てないが、ヤツのドローンが島を監視してる。ジェイスも関わっていると？わからないけどね。ああ、ならそのあたりも調べておくか。
負傷した仲間に会えるか。ええ、仲間を落ち着かせてくれる？お願い、終わったら来て、ここを案内するわ。だそうです。はいはい、なんかセンチネルじゃなくてセンティネルがめっちゃ頭に残ってる。うん、センティなんだ。無理な話なんだけど、ゲームでゲームごとになんか名称は表記を統一してほしいなって思った。